皆さんこんにちは、エンプダチャンネルです。今日もご視聴ありがとうございます。ということでね、今日紹介しますのはランボルギニカウンタック LP400 のトミカの最新作なのかな、この間発売されたばっかりだと思うんですけどね、2024年、今西暦2024年ですけども、裏面にはね、2023年って書いてあるんですが、去年作られたものなのかな、なんかその辺がねちょっと何とも言えないんですけども、もう私の方に情報が入ってきてね、今月の新製品みたいな感じでね入ってきて、カウンタックが出るんだっていうことでね、思わず買ってしまってね、この間ホバーパイルダーでいつまで箱出して喋ってんだよみたいな形でちょっとお叱りを受けたのでね、速攻で出しますわ。はい、今回購入した、LP400 がこれでございます。はい、難点はですね、ちょっと気を許すとリトラクタブルヘッドライトがパカッて浮いてしまうというね、なんかここの収まりがちょっと悪いんですわ。まあ、とは言ってもね、 LP400 私の一番好きなカウンタックと言いますか、私が最も美しいと思っている車のはもうこの2台だけですね、スカイライン 2000GT のケンメリのスカイラインの2ドアと、このね、やっぱり小学生の頃見た、衝撃っていうのがありますからね、カウンタック、ランボルギーニカウンタック LP400 っていうのは美しいなっていう、まあ本当にね、この2つにはね、似通ったものがありましてね、トミカの方で、これもね初期版を買い逃して、私がねよし買おうと思った時にはもうオーバーフェンダーがドンとついてね、まあ 2000GTR みたいな感じで、いやもうオーバーフェンダーはいらないんだよなーっていうね、後ろにねちょこっとウィングみたいなのもついてて、いやそれもいらん、これが一番美しい形じゃんと思ってるのに、それはもう全然発売されないっていうか、もう、それと同じ思いをしたのがこのランボルギーニカウンタック。私これが出たのがですね、1977年に、トミカで初めて出たと思うんですよ、ランボルギーニカウンタックの。まあ今からね48年前とか7年前とかそんな話ですよね。もうこれがもう50年前ですから、まあランボルギーニカウンタック自体が1974年だったかなの、車ですから、もう今やね50年前の車ですよ。50年前の車ね、50年前の車が、まあそれから3年後ぐらいにトミカになってっていうようなものがあって、もうトミカ欲しくてしょうがなかったんですけども、当時はねスーパーカーブームっていうのもあって、カウンタックなんかね店頭に出た瞬間から消えていくっていう状態で、私もこれ欲しくてしょうがなかったのに、本当に手に入ったのはですね、まあ60歳になってからですよ本当に。まあそれまではね本当にね、これもね金型を改造されてしまって、これがあのシャーシの裏にね、何年って書いてあるかな、1978年、もう次の年には LP500 っていうね、ものに変えられてしまったんですよね。まあ要はね、当初ランボルギーニカウンタックに積もうと思ってたエンジンが、まあランボルギーニという会社でね、があの発売に間に合わなかったんですよね、エンジンの開発が。まあ聞く話によるとですよ、詳しいことは分かんないですけども、それでまあ、ちょっと、古いタイプのエンジンを積んでたんで、この形でも全然 OK だったんですけども、まあそれでね、ランボルギーニカウンタック専用のエンジンできました、乗っけましたって言った瞬間にエンジンのパワーがありすぎちゃって、この形じゃちょっと走らせられないぞみたいなね、ということでね、まずはねタイヤを太くしようと、エンジンのパワーがありすぎたらタイヤを太くしようっていうんで、まあこんな風にねオーバーフェンダーつけられちゃったわけでね、タイヤの周りにグリッと一回り太いタイヤのサイズを履けるようにね、オーバーフェンダー、こっからタイヤがはみ出ちゃうとね、法律で禁止されてますからね、はみ出ちゃダメだよっていうのがあるんで、こういうなんかもうへんちょこいなものを横につけられてしまって、それでもやっぱりパワーがありすぎてフロントが浮いちゃうっていうもんですが、ウィング前つけられてしまって、これが LP500 というね、まあ本来の姿っていうは本来の姿なんでしょうけども、いや実際ねこの形で走らせたかったっていうか、まあこの前のプロトタイプはもっとすっきりした形してたんですよ。そっちの方がもっちゃかっこいいんですけども、
そっちの方はね、やっぱり市販化されるにはちょっとこのね、エンジンが冷えないとかっていう問題もあって、こんなところにでっかいねダクトみたいにつけられてしたり、 NASA ダクトみたいにつけられたりとか、まあいろんなものつけられてしまって、ね、なんかメカニカルな印象になって、まあこれはこれですごいかっこいいんですけども、まあそれがねここまで機器買い替えな形にされるんだったら、まあそんなエンジン強力なの積まなきゃいいのになって思ってたわけなんですけども、当時のトミカはねこれに改造されちゃったもんですからね、出るカウンタックはねこれ、もうこれはねあの、サーキットの狼仕様なんですけども、ね、サーキットの狼のね浜の黒ひょうのランボルギーニカウンタックっていえばね、トミカ必ずこれ出してくるんですけどね、浜の黒ひょうさんは、LP500 大嫌いな人でしてねまあ普通漫画読めばわかると思うんですけどね、こういうタイプのねカウンタックえらい嫌いだっつってね、トミカは固くなりにねこれに乗せようとするというね、あの人はずっと LP400 が一番美しいし、これが最高なんだっつってこれに乗ってる人なんですよ。こういうの真っ黒なやつね。だからねこれに乗ってるっていう、これは違うだろうって感じがするんですけどもね、トミーの人はね浜の黒ひょうといえばこのカウンタック必ず出してくるという、もう謎ですよ。もう私謎どうでもいいようなね。ということでこの LP400 のカウンタックのトミカが欲しくて欲しくてっていうのがあって、まあトミカショップ限定で一度発売されたのかな、これがトミカショップ限定で発売されたランボルギーニカウンタックってやつですねまあランボルギーニカウンタックは誰もいい、まあでもね嫌いなのはね、ここにトミカショップって書いてあるのがむっちゃ気に入らないんだわっていうね、これは2010年って書いてあるかな、裏の方には2010年って書いてあるんですけど、2010年にねトミカショップで今まで LP500 しかなかったものをね、なんか改造したのか昔の金型探し出してきたのか、はあ、まあこれもね待たされましたよ、待たされた。そしてまあ2020年に発売されたのがこの50周年記念モデル、50周年記念じゃないな、これは何つったかな、箱どこ行っちゃった、すみません、箱見つけてきました。これがランボルギーニカウンタック25周年アニバーサリーって書いてますね、これね、25周年記念ということで出したカウンタック。カウンタックも25年も経ってしまうとですね、まあこれねアメリカで発売するときにはなんか横になんかウインカーつけなきゃいけないとか、バンパーがねいろんな国の法基準にクリアするためにはバンパーつけなきゃいけないとか、ボダーつけなきゃいけないとか、もうダクトもちょっとね剛性にして空気値がエンジンを冷やす能力を高めようとかって言って、なんか機器買い替えな形になってしまってね、もはやねこうなんかこのなんちゃってカウンタックみたいなね、よくあるんですわ、なんか他の車をベースにしてカウンタックにしましたみたいな、なんかそんなような感じになっちゃってね、本物かどうかねこれ見たってねわかんないと思いますよこれね。レプリカかなみたいな感じでなんですけども、25周年記念のに発売されたカウンタックね、まあ、これもね、フロントが透明パーツを使われてたりなんかしてえらい豪華なんですけども、これじゃないんだよなって感じでね、これじゃないなっていうところで、やっぱりトミカタウンのやつもいいなとは思う。まあこれもね本当に、47年間欲しかったトミカですからね、非常に嬉しかったんですけども、まあまあまあこのトミカショップっていうのが気に入らないなっていうところで、これ消しちゃおうかどうか死ぬほど迷ってたんですわ、迷ってたけどめんどくさいなと思ってたところにですね、まあ箱はこんな感じですね、ランボにギニーカウンタックって書いてあって、このトミカショップのね、マークがついてますよ。これねちょっとねお高いんですよこれね、これが一番高かったかな、買った中じゃトミカショップのやつが。そしてこれがアニバーサリーのやつ、箱がこれかなね、これねナンバリング12って書いて、2020年に発売されたもんですから今から4年前ですね。もう本当にねもうカウンタックも50周年ね、50年前の車のトミカが未だに出るっていうのはね、なかなかカウンタックぐらいじゃないのかなと思うんですけどね。でこれはあの随分昔から持ってる、これはあのサーキットの狼仕様のランボルギーニカウンタックでも、浜の黒ひょうはこれには乗ってませんということでね。そしてですね、やはりこのディ
トラクタブルヘッドライトっていうのが再現されているのがね、今までトミカではなかったんですよ。トミカダンディだったかな、ちょっと大きめのトミカにはちょっとそういった機能もついてたと思うんですけども、そしてこ、ちょっと前に発売されたトミカの、ランボルギーニカウンタックはドアがね開くのがちょっとあったと思うんですけども、なんかねちょっと開かないんで、開かないっていうか、なんかねドアが浮いてるんですわ。なんかそれが気に入らなくてね、いやドアなんか動かなくていいんだよ、なんかすっきりしたデザインが好きなんで、かそのねここのちょっと微妙な段差が気に入らなくて買わなかったんですけども、そんなねドアなんかどうでもいいからライト開けてくれよっていうところでね、というところでね、ライトを開ける前にちょっとエンジンをねちょっと見てみましょうかね。それではね、エンジン見ていきましょうか。開けてみましたよ。金メッキが美しい。まあね、1978年のカウンタックのエンジンはこんな感じ。まあこれはね、LP500 ですからね。ちょっとね、他のとはエンジンが違ってしょうがないと思うんですけども、LP400 とどこが違うのかな。当時ものとの比べてみたい。むっちゃ比べてみたいけどね。なかなか難しいもんがあると思います。でこれがそんな感じ。そして、2010年に、トミカショップ限定で発売されたやつの、エンジン、やっぱりエンジンの中はねモールドが浅い、ですからね、どうなのかな。これがね1977年に発売されたものをとどこまで使ってんのかが分かんないんですよね。これがね、復刻されたもんなのかな、復刻されたっていうか新しく作り直したんですかね。このカウンタックはエンジンはね妙にあっさりしてますわ。そしてこれが2020年に作られた、アリバーサニーモデルのねエンジン、随分違いますよねエンジンね、中身がね、なんか変なパイプみたいのが入ってたりなんかして、エンジンの中身がちょっと違いますわ。なんかね、そして今回新たにね発売された2023年、写真には2023年と入ってますけどね、この間発売されたばっかりのやつです。エンジンはこんな感じ。見えるかな、見えないかなね、よく見えなかったらね、ごめんなさいって感じです。はい、エンジンはこんな感じでした。はい、それではね、あんまり散らしてもなんなんでね、ディトラクタブルヘッドライト、まあちょっとね普通に置いとくとねちょっと半目状態なんですわ。これがねレバーのここが弱くて、ちゃんとね閉じてるんですけどね、指離すとパカッと開いちゃうっていうかね、テープかなんかで止めておけばいいんでしょうけどね、なんかちょっと指を離すとパカッとちょっとうっすらと開いてしまうところが、なんともなんともだなっていうところなんですけどね、ちょっとねカチッと止まってほしかったところですけど、まあまあまあそんなところはねテープで止めてきゃいいだけですから。じゃあちょっとね開けてみましょう。よいしょ。カチャ、いいねなんか片手でやってるからうまいこと開かないですが、きっちりとね、この状態で固定されますね。閉じた時はねちょっとパカッと上に開いちゃうところがなんともなんともなところなんですけども、まあそれはね、いやーこのギミックがさ待たせたよね。47年間待ってましたかまあそれよりも本当にねカウンタックのトミカが手に入ったっていうのがねもうつい最近ですからね、この、トミカショップのねもうカウンタックっていうか LP400、LP500 の方はね昔から持ってましたよ。これはねまあこれは、1978年ものかな、8年の金型に、サーキットの狼仕様ということでね、発売されてたもんですけども、ディトラクタブルヘッドライトの再現がない。まあこの間のアニバーサリーはウィンカー部分が透明パーツになってたりとかね、まあこの辺はねもう綺麗でいいなと思うんですけども、そしてウィンドウの方もね黒い枠が塗装されててね、これあの、ウィンドウのこの下の部分しかねちょこっとしか開かないっていう、なんかその窓らしいんですけどね、全部窓が下がるんじゃなくてこの薄い下の方だけ
下に下がるみたいな、なんかそういう、うん、まあドアが画期的な、ね、形してますから全部閉めるわけにはいかなかったんでしょうね。なんかね、まあ、その枠も今回のやつもちゃんと黒く塗装されていたりして、うん、コクピットの中とかもね、コクピットの中っていうかね、運転席の中もそれなりに再現されていていい感じですよ。なんかね、うん、いいね、いい、すごくいい。まあここに透明なね板は張ってないですけど、まあしょうがない。もともと後ろなんかそんな見えないようなね。そして塗装面の、ディアの状態とかもね、これ塗装ですけども後ろもいい感じですよ。マフラーなんかも再現度も高いですしね、この辺の再現度は随分上がってきてるんじゃないのかなと思いますよね。これでも結構良かったですけども、トミカの、トミカショップ用のやつはね、昔のやつはねこんなんですから、まあ、それに比べればもう格段の進化という、まあでもお値段的にはこれが一番お金がかかりましたね。高かったね、うん、高かった。でも子供の頃からねすっごく欲しかったトミカだっただけにね、いやもう LP400 のトミカは手に入んないのかなって、むっちゃ高かったからね、これも、うん、ボロボロでも高かったんだけど、トミカショップさんで出してくれて、うん、ありがとうございますって感じだったんですけども、今回はね、うん、大満足、大満足ですわ。リトラクタブルヘッドライト、まあねこれね、まあ、他のトミカもこんなのが再現できないんだったらね諦めもつくんですよ。まあトミカってそんなもんだよねっていう、まあ、これが、ロータスエスプリのトミカ、これはね1979年に発売されたものです。もうそれがねもうすでにリトラクタブルヘッドライトがね再現されてたわけですよ。よいしょ、ね、こんな風に再現されてるのがもう出てるわけなんですから、なんでロータスエスプリはやってくれるのに他はやってくれないんだよ。まあね、近年ですとね結構リトラクタブルヘッドライトの再現なんか、これ MR2 ですけどね、 MR2 なんかでもよしと再現されてたりなんかして、まあ、これもなかなかね、うん、MR2 欲しかったな当時ね、うん、乗った時にシフトレバーが短くてね、それがねクリックリックリックリってすごい楽しかったような思い出がある、うん、MR ね、ミッドシップエンジンのディアドライブで MR で2シーターの2、かっこいいね、名前もかっこいいよね、うん、まあというところで今回のランボルギーニカウンタックはもう最高の、に素晴らしい素晴らしい素晴らしい、ヘッドライトがね出したり引っ込めたりできるっていうのはね、ここでパチッと止まってくれればよかったんだけどね、手離すと使ってちょこっと半目を出してしまうとか、なんともお茶目なところがありますけども、まあそれでもね、うん、もう最高級品質のトミカだと思いますよ。これがね1000円以下で買えるんですからね、定価わかんないですけどアマゾンで935円だったかな、うん、そんな値段ですからね。まあ今やね、その前に買った、ニューカウンタックですか、これも結構安かったね、うん、まあ、これ普通のトミカだからね、どこも動くところもないしみたいなところで、でもとても美しい出来のトミカだと思いますよ。透明部品も多いですし、うん、まあまあね、今これに乗れって言われてもなんかなんだかなって感じはしますけども、いや50年前の車ですからね、うん、とはいってもね今日はね、ランボルギーニカウンタックの、トミカのお話ですか、お話でした。本当に何を喋っていいのかなっていうのがありますけども、もう品質的には問題なし、本当にね満足度の高いトミカだと思います。はい、まあ、トミカのカウンタックもねいっぱい揃って、もうこれが欲しくてずっと買い続けてたようなものがありますからね、やっぱりこの売れなきゃね出ないと思うんですよ。やっぱり何かっていうと、やっぱり LP400 ってみんな人気があるんだなってことをね分かってくれたのかな、トミカの人もやっとね。これの黒いバージョンね、浜の黒標の LP400 をちゃんと出してほしいなと思いますわ。さっきとその前にロータスヨーロッパをなんとかせえっていう話があるのかもしれないですけども、まあそんなところで、トミカの新作の、今月発売された、カウンタックでした。それではまた失礼します。